速稼塾の久保です。夕食のひとときいかがお過ごしでしょうか。まあ今日はですね、朝の私の放送が終わってからたった今までですね、ものすごくたくさんのメッセージ、メール、お電話いただきまして、本当にね、一日が視聴者さんとつながりっぱなし、速稼塾の塾生さんとつながりっぱなしの一日でございます。まあこういう時にね、頼っていただけるのは非常にありがたいなと思うのと同時に、まあ、私はあんまり負担だとは思わないんですよ。ですからね、ご遠慮なくどんどん皆さんのね、ご不満ですとかね、言いたいこととか、お気持ちを伝えていただければと思います。で、今回はですね、まあ、例に及ばず、例のやつについての借金問題ですね、こちらの方をちょっとお話していきますけどもね、その前提として、こういう方が結構いたんじゃないかなと思います。いろんなね、投資詐欺にかかった、暗号通貨でやられた、それから情報商材で全然儲からなかった、いろんなコミュニティ入ったけども信じられるものはなかった。その中でですね、私の動画を見ていただいて、あ、この人はなんか違うな、え、久保さんっていうの、速稼塾っていうのって感じで入ってこられました。で、速稼塾の中でね、例のやつというものを皆さんに触れていただいて、これは信じられるなという形で参加していただいたと思うんですよ。で、人によってはね、もう数年というレベルでこの例のやつに、もうすごくね、恩恵を得てると思うんですけども、ここ 2,3 ヶ月はどうもね、一部の方に対して、遅配と言いますかね、着金の、要するに入金の遅れがあるわけなんですよね。それが、まあ、現在まで続いている方もいらっしゃいます。もちろん毎日のように入金報告がありますので、徐々にね、今入金がない方も自分の番が迫ってるんではないかとワクワクしてると思うんですけども、ここでね、私が申し上げたいのは何かっていうと、失敗から学んでますかってことなんですよ。今までいろんな情報商材とかマルチレベルマーケティングとかね、そういったものに、暗号通貨とか ICO とかに、なんで失敗してきたかってことを今一度思い出してもらいたいんですよ。それはですね、リサーチが足りないことと、人を信じたこととリスクヘッジをしてないこと、これに尽きるんではないかなと思うんですよ。そうなんですよ、今皆さんが参加してらっしゃる例のやつ、ちゃんとリサーチしましたか？私を信じたから参加したっていうことにはなってないですか？当然ですけど、私は自分のね、持てる限りのセンスと裏付けと、それから実金ですね、自分のお金を持って数年というレベルでこの会社とやってきました。で、一回もですね、私の約束を破ったことがない素晴らしい会社だなと思いましたんで、私の感覚としては二人三脚でもうね、心中するつもりでやってるわけなんですよ。ただだからといって、この皆さんの、例えばね、 A さん B さん C さんって方がいらっしゃるとして、その方がこの例のやつの会社についてどう思うかっていうのは、私の考えとは全く別ですからね。で、そこに考えてきてですね、私がやってるから大丈夫だろうっていうのも、これも違うんですよ。私も人生の中で間違いはありますし、失敗もあります。当然ですけど、多くの方がインチをやろうと思って失敗するわけじゃなくて、真面目にやってきての失敗もあるんですよね。そういったことを考えると、やっぱりね、この例のやつに関しまして、それからこれからいろんな、またね、人とか物とか会社とかに出会うと思うんですけども、きちんとですね、裏付けを取ってますか、情報を取ってますか、そしてリスクヘッジをしてますかってことをね、もう一回ね、考えていただきたいかなと思うんですよ。で、例えばね、あ、誰々さんを信じていたのに、信頼していたのに、この信頼もかなりね、危険なキーワードです。信頼した瞬間、もう頭使わなくなるんですよ。そうじゃないんですよ。信頼したからできるもんではないんですよ。いわゆるね、詐欺とか失敗っていうのは信頼の向こうにあるんですよね。信頼してないものに対して人は失敗しないんですよ。ここ分かりますかね？信頼したからこそ失敗するんですよ。成功したからこそ失敗するんですよ。なぜなら、成功が連続するともう絶対大丈夫って感覚になって、リスクヘッジを怠るんですよね。で、今ね、いろんな気持ちでお過ごしの方、入金がないなと心配されている方、リスクヘッジどんなことしましたって聞かれて、こういうリスクヘッジをしましたって答える方は多分いないと思うんですよ。中にはですね、 FX の力をむちゃくちゃつけて、例のやつが全部資金を失っても FX があるから大丈夫っていうレベルまで行った方もいます。でも血の出るような努力だったと思いますし、片っぽでお金がどん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 入ってるのに、例のやつなんてどんどん入ってるのに、いや、これは抜きにして自分のお金を稼ぐ力をつけるんだっていうエネルギーっていうのは相当なね、熱意だったと思います。相当なものを犠牲にしてそれをやってると思います。でも片っぽでは毎月入金があるから、それに安心して何も力をつけない、何も裏付けを取らないね、信頼の裏付けを取らないとね、そういう風な思考回路にもなってしまってるんじゃないかなと思うんですよ。で、今一度自分に対してクエスチョンをね、出していただきたいです。例えば信頼したと言うんだったら、それはね、信頼した根拠は何ですかってことを自分に対して聞いてみてください。信頼するに足る根拠だったんですかね、それはってことなんですよね。で、裏付けはどの程度取られたんですかってことですよね。どの程度取られたんですかって、当然私は誰にもできないぐらいの情報解析力を持って、そして判断力を持って
分析しています。そして裏付けを取っています。その上でリスクヘッジをして、なくなっても大丈夫な資金というね、何重にも自分に対しては厳しく厳しく一つの案件に対して向き合ってきました。で、究極ですね、預けた資金が全くなくなっても全く困らないような、そんなポートフォリオ、要するに資金計画、資金配分をしているんですね。まあでもそこまでしてる方ってなかなかいないと思うんですよ。あ、これお金入り始めた、大丈夫だ、わーいってなってどん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 資金を積み増してしまうと。これがだから失敗から何も学んでいないんじゃないかなって考える必要があります。あ、ちょっと後ろに映ってる画面気になります？これはね、このキャプテンっていうね、アニメの、まあ、実写版が届いたんでちょっと見てみたんですけどもね、すごい面白いです。感動してね、一気に見てしまうのがもったいないんで、今一時停止して、あ、今日はライブ放送しようかなって形でね、お届けしております。はい、それでですね、例のやつについてちょっといろいろお話したのと、あとはね、失敗から学ぶってことをしてましたかっていうことと、あとね、信頼していた、その信頼の裏付けは何だったんですかってことをね、こういう時期だからちょっとね、自分に対して問いただしていただきたいんですよ。で、加えてですね、まあ説教がね、この夏は私続きましたんで、柔らかい話題をお出しして、いこうかと思います。まあね、この例のやつに関して去るお方から一応メッセージが来ております。まあいつもね、私のパートナーとしてね、会社の中で、あの例のやつの会社の中でものすごくね、頑張ってくださる方なんですけども、まあその方のお見立てでは、3、4日以内に全員にね、もう資金のことは心配がないように帰りますので、ご安心くださいというような趣旨の内容をいただいております。だからといってね、だからといってこれをね、私あんまり言いたくないんですけども、だから安心ですよっていうと結局リスゲッチしないんですよ、皆さん。だから私は今まで反省しました。あまりにも私がね、皆さんに安心感を与えすぎたんだろうなと思うんですよ。細かくサポートしすぎたと思うんですよ。ちょっとはほったらかしとか、ちょっとは不安に感じさせないといけないのかなと思ってですね、まあこれからの発信の仕方をね、かなり慎重にいかないといけないな。慎重にっていうのは、安心感を与えるような発信をしない方がいいような、そんなね、アンチテーゼになってきました。で、安心感を与えるから、信頼感を与えるから、もうね、何にもしなくなっちゃうんじゃないかなとか思っちゃうんですよね。でも厳しく言ってきたのは、余剰資金でやってくださいってことだったんですけども、結局ね、余剰資金でやってる人なんてほとんどいないんですよ。で、私の忠告を全部無視してね、勝手な資金でやって、で、勝手に不安になってるんですよ。私の立場から言わせればですよ。まあでもそれも込みで発信者の私の責任だと思いますので、ね、こうやって毎日のように、本当に一日中、まあなんて言いますかね、こうやって情報発信をさせていただいているってことですかね。はい、それではですね、まあこの辺、この話題はね、もう今日で終わりますとか言って結構ね、今日までやってるんですけどもね、こういう時だからこそ学んでください。失敗はどこにあったのか、それは、余剰資金でやってないってことが一番大きいと思いますし、対して情報を取ってないってこともあると思います。事業説明会に私は10回以上行ってます、もっと行ってますね、もっとですね、もっとです数十回行ってますよ、私、事業説明会。それで、事業説明会でスピーカーさんが喋るのを全く同じように喋れるレベルで、もう私暗記してます。だから動画のね、作成とかも早いわけなんですよ。例のやつの全ての説明動画っていうのを常に出してると思うんですよ。昨日はほぼ徹夜でですね、全資料をまた出しましたよ。10月になって新しい概要書面ができて、新しい申し込み書ができて、新しいニュースレが届いて、これ全部やったわけですよ。で、ここまでね、ここまでやる人ってあんまりいないと思うんですよ。なぜなら自分が分かってりゃいいからなんですよね。でも私の場合は自分が分かってるだけではなくて、まあ先ほどの言葉とね、ちょっと関係するんですけども、久保さんを信じていたのにって言葉に対して何ができるかなと思った時に、じゃあ私を信頼してくださった方のために働き続けることだと思ったんですよ。じゃあその一つが、皆さんね、概要書面どうせ読まないだろうから、私が朗読して私の解釈を付け加えてですね、発信する、動画で発信するってことかなと思ったんですよ。ただ残念ながらですね、私の動画、例のやつに参加している方は、私はね、1000人ぐらいいるんですけど、1000人のグループなんですけども、なんかね、あんまり再生されてないんですよ。だからどこから情報を取ってるのかなと思っちゃいますよね。7割以上の方が多分私の動画も見てないし、ということは概要書面も読んでないし、事業説明会も言ってないみたいなね、そんな現象があるんじゃないかなと思います。そんなことでいいんですかね。命の次に大切なお金を預けてるわけじゃないですか。預けるって言い方もちょっと適当じゃないですよ。これは自分の事業ですからね、自分のですよ。自分のなんで、自分でどうするかってことをいつもいつも決めていかなくちゃいけないんですよ。そこすらやってないと。大切なお金で、なくなったら困る、なくなったら困るお金じゃないですか、皆さん。なのにそれなりのことやってますかってことなんですよ。放置してどっか旅行ったりグルメ行ったりとかしてポカーンと遊んでちゃダメですよ。本当に自分の身を切るようなお金だと思うんですよ。1万円2万円というお金ね、今日からますます貴重になってきますよ。消費税 10%、 要するに100万円のうち1割が無条件で取られていくわけなんですよ。
そう考えたら1円たりとももうね無駄にしちゃいけないと。私は自分のお金にもうとどまらずですね、もうこの視聴者さん皆さんのお金も守ろうとして必死にやってるわけなんですけども、どうもですね皆さんのエネルギーはそこまであるのかなと疑問に思うぐらい、ちょっとねもうちょっとお金のことを真剣に考えた方がいいんじゃないかなと思っちゃうんですよね。しっかりと稼げる時ってそんなにたくさんはないですよ、でチャンスはね、たくさんあると思いますけども、自分につかめるチャンスってのはあんまりないです。なぜなら人には、特質とかね、特徴とか余力とかお金とかいろんな限界値があるんですよ。その中で自分にマッチしたチャンスっていうのが人生の中で何個あるかってことなんですよ。私から見ると毎日チャンスだらけです。どんなチャンスも掴めると私は思います。でもほとんどの方はほとんどのチャンスを掴むスキルを持ってないんですよ。で掴んでもすぐ逃しちゃうんですよ。リスクヘッジもしないし、余剰資金余剰時間という概念もないし、なんかね慢れてしまうと安心して放慢になってしまうし、反省することは結構あったのかなと思います。まあこれをね私から偉そうに言うことでもないんですけども、一応ね私も速稼塾という塾を運営していて、この視聴者さんの一部の方とは師弟関係にあるわけですよ。弟子に対しては私は叱咤激励します。それはね厳しい愛情だと思って受け取ってください。それで私の動画を見てね、なんだこれ勝手なこと言ってんなって、お前の言うことなんて聞いてられっかよって方はぜひね動画再生ボタンを閉じていただいて結構です。自分の私のね声が届く方だけに届いていただければいいですし、私が本当に愛情をかけている方がその愛情を受け取ってくださればよろしいかなと思います。私の腕っていうのはそこまで範囲が広くないですから、届かない人もいるわけなんですよね。私がねやっぱりこう目を届く人っていうのはだいたい1000人ぐらいかなと、ここが限界値かなと思っております。まあいろいろと申し上げましたけども、今日の夕方ね、こういったメッセージをお届けしたのは、この夏がね、不安と焦りと共に過ごしたのか、それとも何と言いますかね、投資の概念をよくねご存知いただいて、使いこなしていただいて、リスクヘッジをしていろんな方向に自分の可能性を伸ばしてきた、そんな夏になったのかなってことなんですよ。はい、例のやつ一本依存はダメですよ。例のやつがなくてもそれ以上に稼げるような自分になっていくっていうのが大前提です。人の力でお金を増やしてもらうって発想からしてもうねもうおかしいわけなんですよ。しかもまずは自分で稼いでいく、自分で作っていく、自分で守って自分で増やしていく、こういう風なね自己完結型で自立して歩んでいく、そういう風なのが元になって人に乗っかって儲かるっていうのがプラスアルファであるわけなんですよ。最初からね何かに乗ってればいいんだろうとかね、これ信じていけばいいんだろうっていう風な思考停止状態に陥らないようにしてください。思考停止でいいのは全てがうまく回るようになってから、プロになってからだと思います。プロになったらねあんまり考えなくてもうまくいくんですよ。でもまだそのレベルに行ってない間はどこまでも頭を使って、どこまでも失敗から学んで、貪欲に学び続けて、貪欲にですね、七転び八起きをするってことですね。そしてしつこいぐらいリスクヘッジしてください。この人生ってのはリスクヘッジの連続ですよ。皆さん今ね千葉の災害とか阪神淡路大震災とか、これもねよく言いますけども、家の中に食料とか水の備蓄ありますか？これほど厳しく言ってきて未だにないって方ばかりなんじゃないですかね。電源とかどうしてますかね。停電になって一体10万個の停電になった時に自分だけは電力確保できるような準備がありますか、ということですよね。所得の 1% をリスクヘッジに使っていきましょうっていうことももう何年も言ってますけども、それ真に受けて本当にやってる人ってあんまりいないと思うんですよ。これがだからリスクヘッジの私との差ですよね。私は全てのことに関してね、ちょっとおこがましい言い方になりますけども、いろんな部分で余裕を持って生きてます。でもリスクヘッジは誰よりも余裕がない人以上にやってます。でそのぐらい労力とかコストとか時間をかけてるわけなんですよね。だこれを意識の違いといったらそれまでなんですけども、私も最初からこんな意識があったわけじゃないですよ。2015年まではそんな意識のかけらもない単なるね麻雀屋の親父ですからね。でリスクヘッジができてないから店潰して従業員との関係悪くなってお客さん来なくなるわけですから、そんなね最低なところから始まってるわけですよ。2015年ですよ。今2019年ですよね。たった4年ですよ。たった4年。まあ2013年からって考えてもそんなにね長い時間経ってないです。6年ぐらいです。私が40歳になって今46歳ですけども、たった6年で、人生っていうのはね、変えていけたんですけども、ただ6年間1秒たりとも休むような感覚はなかったですよね。だからねもうぼんやりしてる時もなかったですし、その1秒を10年とか100年の単位で使ってきたような感覚ですね。まあちょっとあんまり言い過ぎるとね偉そうなことになっちゃいますんで、この辺にしときましょうか。まあ速稼塾の今日は講義としてお届けしましたんで、塾生の方に届いていけいただければなと思っております。全国1000名かな、47都道府県、そして世界14カ国、アメリカ8つの州、
ね、ワールドワイドになってきましたね、なんかね。私のね、常識がね、世界中で通用するとは思わないんですけども、まあ、耳を傾けてくださる方がこうやってね、いる以上、私はまだこれからもね、失敗しながら、間違いながら、修正しながら発信を続けていこうかと思います。それでは今日の放送は以上です。 NHK をぶっ壊す。関係ないですね、これね。